待て新人、なぜ逃げる。逃げるに決まってるでしょ。さてはお前、人見知りのサイボーイだな。自分の過去を分かってます。そんなことはどうでもいい。いいわけあるか。とにかく俺たちの話を聞くんだ。やだ。やるじゃねえかより。三人抜きさ恐れ入ったぜ。早く曲げて俺のご立派様をお披露目したいな。よく言うぜ。どうせ爪楊枝だろ。何人かかってくるとも俺のパンツは。あ、スタちゃんお帰りなさい。ただいま。でもいいんです、同じ家に七香さんがいるんですから。それは諦めろ、ユリ。どういう意味ですか？いやな、七香さんは隠してるつもりだろうし、実際当事者にだけはバレちゃいないんだが。あの人、重度のシスコンなんだ。この10年で何があったんだ？あるさ。新世界も夢の生活も、ただお前はその入り口に気づいていないだけなんだ。そうなのか。どうだ、一緒に夢の入り口に踏み込んでみないか。ウェルカーム。分かったな貴様。そういうことだ。サが平然と受け入れているだと。本当に制服が必要だとは。もうちょい寝ようよ。いやいや、ありえないだろう。酔って起きたら隣で半裸の人が寝てるなんて。いつものことだな。まずは俺が行く。だが北原、もう脱ぐものないだろ。心配ない公平、一回だ、一回だけのチャンスに俺は全てをかける。ドキブキ、この子も最高。気に入ったようで何よりだ。すげえ逸材だろ。それじゃあスピードで勝負。受けて立ちましょう。下がってろ公平。いや、むしろお前が下がってろよ。